浅草以外で人は取らない。それは私には私の場所はここで。あくまでも日本人に限定して撮ってんの。いつも無地のバッグで撮ってるんですよ。赤い壁、戦争地のところがあります。これだ、35年ぐらい使ってる。その哲学の恩師、グルジーが買ってくれたから。75年だから30万でしたね。80ミリ、標準の準備。こうやって準備する。一番最初に撮ったこれです。28の時撮った写真です。今は、73歳。山形の農村で生まれたんですよね。それで農村から都会に出てきた人たちなんか覚えてるわけですよね。でそういう人たちのどこか面影がある人たちが浅草にいっぱいいる。だから浅草っていうとこれは下町、手に職を持ってる人ね、大工さんとか左官屋さんとかそういう町が、でまだまだそういう名残がありましたよね。いや、この辺で待って立ってたり、少しこう歩いて見つけたり、そんなに取れないですよ。ただ表面的に仮装大会みたいな変な格好をしてても、その人の皮膚に潜り込んだみたいな性格まで行ってないと取らないし、ここずっと撮しても取れない。全然空振り。簡単に取れるものは、そのインスタントコーヒーみたいな表現が浅いです。全然簡単に取れないから、こんな苦労してなんで取るのかって考えるからです。だから必ず取ったら、もうこの人って言ったらもうポンって感じで、それを浅草で取ったやつが世界の人、インターナショナルの人に見せてもらえるぐらいの完成度がないと、ただ表面として、ああいろんな人がいるな、じゃフォトレートして成り立たないって言ったらね。舞踏の人、今もやってます。近くに住んでて、よく私が自転車乗ってる時走ってます。75ぐらいの。前の旦那さんがヤクザだった。だから8年前、片桐の男と再婚したらしいんだよ。だから片桐と生活楽って言ってました。ロッカー錦蛇、蛇相当高いと思います。愛人、おお、すごい綺麗な人ですね。うん、これってほら似てるでしょ。さっきの猫が飼い主に似てるように、そっくりでしょ。一生で私は千人までいらないわけです。シャッターを押せば誰でも映るわけだから、押した写真の中にその自分を取り込んでなければ写真じゃないわけだ。カメラが撮ってるだけだもん。私は一枚一枚やってるじゃなくて、全体の山を築くとか森を築くって意識で撮ってるから、じゃあ代表作はどれですかってあんまりない。全体が私の森で山だって感じなのね。先生
が撮った写真は全て自分でプリントして、そう、自分でプリント、全てフィルムから。私が撮るときなんかこう脇に20年前とか写真と一緒に並べたりするわけですね。あんまり違わなくて見れるのがやっぱり人間の本質を撮ってる、撮りたいと思ってるからですよ。やっぱり私たちの世代はこれ写真家になりたいと強烈なものがあったよね。それはたまたま撮れるとかなって、運が良ければ写真家になれるとかそんなのじゃないですね。やっぱり自分の色を出して写真家になるっていうのが、それは今の人より全然強いじゃないかね。写真撮るのはもうライフワークみたいで、一回行ったら金がいくらになるかって全然関係ないからね。自分の最終的に仕事として残したいと思うからね。すみません、似合ってますの、撮らせてくれます。ミルク、ミルク、ほら、泣くの。